映画バックトゥザフューチャーパート1に出てくるタイムマシン、デロリアンです。これは2024年に新規設計されたプラモデルです。こういう小さいパーツは一部をランナーにつけたまま表面処理を行うとやりやすいです。ホイールは黒サフを吹きます。ホイールはクレオスのシルバー、ニュートラルグレーに白を混ぜています。ソリッドな色が入るとメタリック感が落ちます。カーペットの質感を出すためにサーフェイサーの500番をちょっとだけ薄めたものを吹きます。ブツブツを飛ばす感じで吹いていきます。濃いので詰まりやすいです。洗浄の手間がめちゃくちゃかかりました。クレオスの306に少し白を混ぜて他の内装部分より明るくしました。濃淡をつけるため、乾燥後306を拭きました。椅子はクレオスの305を拭きました。グラデーションをつけるため305にちょっとだけ白を混ぜたものを面の中心に拭きます。フィンの裏側に押しピンコンが大量にあるのでイージーサンディングの瞬着で埋めていきます。ランナーについた状態で成形します。その方がやりやすいです。流し込み接着剤で固定します。本体は角を合わせるように接着します。これがやりにくい。実車の角の部分は溶接痕が残っているのでパテで再現します。1ミリ程度開けてマスキングテープを2枚貼ります。
サランラップで栓をするとパテは長持ちします。このパテは多分開封してから2年は経っていると思います。ちょうど合わせたところの隙間がパテで埋まるので一石二鳥です。120番などの粗めの紙やすりでパテの表面をデコボコにします。パテを盛り終わったらマスキングテープを剥がします。このままだと溶接痕がまっすぐなので指で荒らしていきます。紙やすりでやり直したりします。このパーツにも溶接痕があるのでつけます。すべての付き合わせ部に溶接痕があります。この縦の溶接痕ですが、上のラインと合っていないんですよね。これはキットのミスだと思っています。左右でケーブルの固定位置が違うのでこうなってます。ステンレスボディの塗装ですが、下地を黒サフにして圧延方向を出すのに紙ヤスリで線を入れたのですが、シルバーの希釈が足らなかったためギラギラしたのと、線がちょっと安っぽく感じたので塗装を灰でやり直しました。IPA につけて表面を灰でまたつけてを繰り返します。 IPA は塗装を溶かさないので塗装圧を減らしていく必要があります。最後にラッカーシンナーでモールドの塗装を溶かします。下地に黒サフを吹いて、ノーズとテールの部分を塗るためにマスキングテープを貼ります。曲線に添えるように細めにします。306にダークステンレスシルバーを少し混ぜます。
下地にグレーが塗られているのは、間違えて305にダークステンレスシルバーを混ぜたものを拭いたからです。動画を撮り忘れましたが、内装部分を306で拭きました。リアの壁を当ててどこまでシルバーで塗装すべきか確認し、306部分にマスキングテープを貼ります。ツヤあり黒であるウィノーブラックを拭きます。ダークステンレスシルバーを拭きます。前より希釈してエア圧を落としてゆっくり吹きつけていきます。下地がツヤあり黒だとシルバーの輝きが映えます。
ちょっとシルバーがギラギラしていたのでダークステンレスシルバーに白を混ぜて拭きました。ゴールド指定の部分はそのまま拭くと実写と違う感じなので、シルバーや白を混ぜて落ち着かせます。使用している材料や工具類、動画で説明していない製作団を概要欄に書いていますので、合わせてご覧ください。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。